アンドレエバレット・イーシアーはアメリカ合衆国アリゾナ州フェニックス出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。実定も元プロ野球選手で2010年の MLB ドラフト32巡目でロサンゼルス・ドジャースに入団したデボニー・イーシアー。2001年の MLB ドラフト37巡目でオークランドアスレチックスから指名されたが契約には至らなかった。 2003年の MLB ドラフト2巡目で再びアスレチックスから指名されプロ入り。2005年オフにミルトン・ブラッドリー、アントニオ・ペレスとのトレードでロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。2006年は開幕を参加の AA、A、級ラスベガス・フィフティワンズで迎えたが5月2日にメジャーデビューを果たした。デビュー2戦目となる翌3日には本塁打を記録。 5月19日には5打数5安打を記録した。ルーキーイヤーは126試合に出場し、持ち前のミート力を活かして、シーズン打率308、11本塁打、55打点を記録した。新人王の投票で5位に入った。2007年は153試合に出場し、初の規定打席に到達。打率は284投と,としたものの13本塁打。 64打点を記録した。2008年は打率。305、20本塁打、77打点と成績を伸ばした。2009年はチームの主軸を担い、フル出場に近い160試合に出場。MLB 大記録となるシーズン4本のサヨナラ本塁打を含む31本塁打、6本のサヨナラ安打を記録した。同時に100打点超えも果たし、 シルバースラッガー賞を初受賞した。2010年はオールスターに初選出された。シーズンでは30本塁打、100打点は逃したものの、前年よりも高い打率、292をマークし、3年連続で20本以上のホームランを記録した。2011年、2年連続での打率、292を記録。しかし、 本類打と打点はさらに減少し、2009年と比べて、それぞれ20本類打、現、44打点源。前年と比べても12本類打、現、20打点源となった。一方で、守備面では無失策に抑え、自身初のゴールドグラブ賞に選出された。2012年、149試合に出場し打率、284、20本類打、 89打点を記録した。本塁打は2年ぶりに20本を超え、打点も自己2位の数値だった。2013年142試合の出場で打率27、272、12本塁打、52打点を記録した。打率は低下したが、支球が4年ぶりに60を超えると出塁率も2年ぶりに、360を超えた。ただ、打撃3部門については、打点が、 自己最小、打率も、自己最低、本塁打は、自己3番目に少なかった。これはそれまで中軸を任されていたが、この年は、ヤシエル・プイグ、エイドリアン・ゴンザレス、ハンディ・ラミレスなどの活躍で、2番、または、下打線を打つことが増え、長打狙いから、出塁重視の打撃に変わった。そのため、長打の減少は、打撃不振ではなく、意図的だった、結果の数字の低下であり、 自身のすべき役割は果たしている。守備ではそれまで右翼手だったが、右翼と中堅手の併用となった。2014年、外野人がカール・クロフォード、マット・ケンプ、プイグとなり、4番手の外野手となった。そのため、メジャー1年目の2006年以来となる、規定打席未満に終わり、また、打撃3部門ではいずれも、自己アーストの成績に終わった。2015年、 142試合に出場したが、2年連続で規定打席に届かなかった。しかし、打率294、出塁率366と復調した。2016年と2017年の2年間でわずか38試合64、打席の出場に止まり、オフに250万ドルの違約金で2018年における契約オプションを破棄されて FA となった。 2018年は無所属で開幕した。7月25日に現役引退が発表され、8月3日にはドジャースタジアムで引退セレモニーが行われた。ありがとうございます。